はいどうも、ブンキャラです。ですね、ダンジョン攻略するためにレベル上げの、旅をしていたらですね、お墓を見つけました。このお墓ってなんか意味がありそうだよね。掘っていいやつかな。なんかこの…あ、痛い。ちょっと待って、掘っていいやつなのかな。でもね、掘ったところでね、実はね、ここね、宙に浮いてるんですね。でね、この下にこういうのがあるんだけど、またさらにこれを掘って、どこ。いやだって、壁越しにって言われても、よっ、あーズキーノか。これってまた下にお墓があるんだけど、これさらに掘れるんかな。いやでも特にこの下は何もない感じ。なんかお墓を荒らすって罰当たりだよな。なんもないね。なんかあるとしたら宝箱とかがあるぐらいかな。いやでも何もなさそうだよね。これで終わりかな、お墓的には。なんかね、宙になんか、あ、宝箱ある。薬草、猫砂、万能薬。お、ありがたい、ありがたい、ありがたい。本当だったら地面に埋まっとんだろうね。あ、ブチスライムだ。で、もう一個ちょっとね、もう一個ね、手に入れた試したいものがあって、試したいものがあるんだけど、ここで使うとね、多分ダメなやつっぽいから、ちょっと下、あぶねー、下に降りるか上で使うかしなきゃいけないんだよね。どれだったっけ。あ、遊び人の証っていうのも手に入れたら、なんか実績解除されたんだよな。ちょっと待ってよ。どこだどこだ。もうね、アイテムの整理がね、すごいできてないよ。あ、これだ。なんかね、水晶広場だって。施設生成って書いてあるんだよね。ちょっと使いたいんだけど、ちょっとこれね、今家から離れてるんで、家の近くまで変えて使った方がいいんかな。なんか結構しょっちゅう来るところだったら、あれだよね、水晶広場ってなんだろう。え、水晶広場、ダンジョンなんかな、それとも街なんかな。武器屋さん見つけた。家かと思ったら武器屋さんだこれ。その武器を鍛えるならマイクラレベル10プラス250ゴールドが必要だ。あ、マイクラレベルまで必要なのか。マイクラレベルっていうのはこの下に書いてる MC レベルってやつだよね。わ、全然足らねえわ。ちょっと覚えとこう。武器屋さん、何屋さんだ。いでいでいで、これなんだ。あー、やばいやつ、やばいやつ来た。だって光が自動で設置されるってことはダンジョンってことじゃん。あ、マジで。ちょっと待ってよ、まさかのここに来てダンジョンパターンある。あ、いえ、一応もらっていこう。やばい。待って、無理だって今のは無理じゃん。いやー、あのマーブルみたいなやつ強いもん。ちょっとまたマイクラレベル0になったよ。いつまでもちょっと武器鍛えれんじゃんか。もう、とりあえず水晶広場っていうのを作ってみるか。よいしょ、いくよ、ほい。え、なにこれ、街の中にこういうの作りなさいよみたいなこと。え、なに何これ、何の意味があるんだろう。自分が街を作る、
自分が街を作るときにこういう広場があったらいいんじゃないってこと？え、なんだここ、なんか意味があるんかな。この下になんか埋まっとる的なことでもないんですよ。だってなもないよね。え、なんなんだろうこれ。で、多分この木はもともとあった木だよね多分。あ、だよね。え、なんだろう、こういうとこに家を建ててればいいんかな。謎謎謎だぞこれは。いやー、録画ミスだよ録画ミス。ここにさ、畑作ってみたんだけど、あとマジック用農業ツールと武器も鍛えたのに、ちょっと録画ミスしてしまった。もう、いや、ここに培養土っていう、なんか培養土、培養土、培養土でいいんだよね、を植えて、この農業ツール、マジックツールの農業用か、マジックツールの農業用で、薬草の種と素早さの種みたいなのを植えたところまでちょっと頑張ったんだけど、取れてませんでした。ごめんなさい。で、武器もね、1段階上げて、レベル15から使えるバトルリボンっていうのにしてみたんだけど、ちょっとね、まだこれでもまだね、あのダンジョンは攻略できそうにないので、ちょっともうちょっとレベル上げたり防具が必要なのかなと思っております。あとね、フィギュアが結構集まってきたんで、これを売ろうかそれとも飾ろうか悩んでるんだよね。なんか飾る用のケースも作れるみたいなんだけど、まだそこまで行ってないので、ちょっと一応置いとこうか。うわ、なんかこれ怖いな。結構ビビるかも。さあ、ということで、次回何しようかな。何かいい案をください、僕にお願いします。ご視聴ありがとうございました。